皆さんこんにちは、佐々木一です。今日は3月15日火曜日ということで、試合もう1週間切ってて、今週土曜日計量で日曜日試合になります。今日は大阪の庄内のイナルクボックスというところに行きました。でここで最後の試合調整をしたいと思ってます。試合前最後ということなので、今日はしっかり追い込んでいきたいと思います。ここでね、体と気持ちをしっかり作っていくので、今から頑張るので、皆さんよかったら見てください。ということで今から行ってみます。今日は動き続けるをテーマに、心折れずしっかり最後までやり抜きたいと思います。攻める気持ちを最後まで出し切りたいと思います。こんな感じでスタートしていきます。この日はキックのアリー君と別メニューで追い込みました。この日の僕のメニューは、このボート漕ぎ 300m を漕いで、その後にケトルベルスイング 20kg を15回、その後に腕立て10回、そして最後に腹筋15回、これを7セット最後の調整でやりました。これはもう7セット目なんですけど、こんな感じでローイングといってボート漕ぎですね。これをしながら動きと呼吸をしっかり合わせてやっていくんですよね。でここで体が歪んでないかどうか、ちゃんと水路先生に確認してもらいながら、この体の歪みが出てるとね、出力が落ちてパワーが出ないんですよね。これが格闘技のね、パフォーマンスにもつながってくるので、このローイングは僕の体のバロメーターとしていつもチェックしながらやってます。こんな感じでね、300m を漕いで、次はケトルベルスイングですね。いつも24キロとか32キロ振るんですけど、今回は試合前最後の調整クロスフィットということで、20キロをしっかり下から上まで肩甲骨を伸ばして、このように振っていきます。この動きもやはり連動なんですよね。呼吸と動きが一緒にやっぱ連動しないと、合わないと、やっぱ力が力んでしまって長く継続してやることができないんですよね。だからそこはね、やっぱ格闘技、総合格闘技もやっぱ継続してずっと動き続けるっていうところで、ケトルベルスイングとすごい似てる部分はあるんですよね。そして腕立て10回ですね。腕立ても腕の外側に意識して、しっかり押し上げていきます。そして次、最後の腹筋ですね。これを最後15回入れます。こんな感じでね、このやり方が一番腰とかに負担が来ず、僕はね、いつも腹筋するならこのやり方ですね。ジムとかでもいろんな器具あるんですけど、これが一番いいかなと思います。この日のラストスパートですね。これも7セット目なので、数で言ったらトータルで結構やってるので、動き続けるという今日の目標はしっかりできたかなと思います。終わったら、まずは1分間意識してしっかりどんだけ呼吸が戻るか息を整えます。自分の中でね、インターバルが1分なので、1分後にどういう気持ちで次に迎えるかっていうところを常に、メニュー終わった後は絶対次行くっていう気持ちがすごい大事なので、そこはね、せっかくしんどいメニューをこなしたので、その後のこと、その後にどんだけ動けるかっていうことが本当に一番大事になってくるので、それで1分数えて、こんな感じでいつも対戦相手をイメージしてシャドウしていきます。今日もありがとうございました。ここでトレーニングしているナロコボックスの水泳代表です。10年ぐらい前からずっとお世話になってて、で今回最終調整しっかりやってもらってありがとうございました。ありがとうございました。じゃあしっかり頑張っていきます。頑張ってください。よし、それで今日はね、特別ゲスト若手のホープ、及川道場所属のライズで活躍しているアリー選手。最近一緒にここでトレーニングしてて、もうメキメキフィジカルと上げてきてるから、アリー君、次試合はまだ未定で、まだ近々試合決まると思うんで、はい、アリー選手のことも応援よろしくお願いします。お願いします。今日のメニューはこんな感じで、17分15秒動き続けることができました。今日は17分15秒動き続けました。こんな感じですごい試合頑張ります。
無事に最終調整も終えてきっちり仕上げることができました。3月20日あともう少しですけど、皆さん当日は応援どうぞよろしくお願いします。そしてこの追い込み期間、たくさんの方々にサポートしていただいて本当にありがとうございました。必ず試合でお返ししたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。おっす。Thank you.